はい、今回はですね、先月韓国行った時に購入したとっても便利なヘアアイロン、はい、こちらのユニックスの USB ヘアアイロン3種類を紹介していこうと思います。プサンの購入品紹介の時に、まあ、ちらっと紹介したんですけど、ちょっと詳しく知りたいって方が結構多かったみたいなので、今回はですね、まあ、使っていきながら、まあ、いいところと悪いところをね紹介していけたらいいなと思います。これ韓国のオリーブヤングで購入したんですけど、日本のねプラザにも売ってるみたいなんですけど、値段がねちょっと倍違うらしくて、ちょっと韓国行ったついでにね買った方がいいかなと思って買ってきました。4種類あったんですけど、なんかねちょっとこのストレートヘアアイロンとあんまり違いがもう分からなかったので、もうそれは買わなかったです。とりあえずね早速中開けていきたいと思います。まずはですね、こちらのねコテの方から開けていきたいと思います。ラウンドアイロンですね。なんかデザインが可愛いんですよね。で、中身がですね、こちらのね本体のヘアアイロンと、このアイロンケースですね、とこのピンクのケーブルが入っております。結構ケーブル長いですよ。これがですね、何ミリとか書いてないんで、ちょっとサイズとかは伝えづらいんですけど、まあ、iPhone XS Max と比べるとサイズこんな感じですね。あんま変わらないです。もうほんとコンパクトなんで、結構ね小さめのバッグでも入ります。はい、早速使っていこうと思います。こちらのね先っちょにちょっと刺すところがあるので、ここに刺してから、はい、こんな感じでかなりフィットします。で、モバイルバッテリーに刺したら、はい、ここにねスイッチボタンがあるので、上にピッてすると電気がつきます。で、これで多分もう温まってきてると思います。まあ温かくなる時間はまあ普通ですね。早くもなければ遅くもないって感じです。まあ今ちょっと暑いんで、まあそろそろできると思います。で、ここのねこれを押したらこうやって開きます。早速ですね巻いてみたいと思います。結構小さめなのでね、まあこのコテをね、まあ、普段使いというか、普段のコテからこっちに変えたりするのはおすすめできません。もうかなりサイズもちっちゃいですし、もう長さもね足りないんで、かなり時間かかると思います。あとね、まあ温まりがねもしかしたらちょっと遅い、あとねあったかさがねそんなにないっていう、ちょっとだいぶもうね、なんか触ってもねそんなあったかくないんですよね。ちょっと外します。はい、まあこんな感じで、まあしっかり巻けてますね。ゆるーく巻かれてる感じで、雨の日とかもですね、髪の巻きって取れやすいじゃないですか。もう私すぐ取れるんですよ、髪質的に。まあ大事なお出かけの日とかはね、この子かなり使えると思います。次はですね、こちらのストレートアイロンを使っていきたいと思います。フラットアイロンって書いてあります。これは何回か使いました、私も。はい、こちらの紫で、中がね水色なんですよ。ここを閉じて、ここをねピッて上にしたらロックされるんで、もうこのまま開かない。なのでかなり持ち運びが便利かなと思います。もう超コンパクトですよね、これも。で、これも iPhone XS Max と比べるとこのくらい、もうほぼ変わらないですね。こちらもですね、ケーブルが同じ色で入っておりました。で、これがですね、オンをするときに上にねカチッてあげたら、ここが光るので、まあこれでついてるかついてないか見てみてください。はい、こんな感じで温まるのを待ちます。温まってきたかなと思って触るんですけど、熱くないんですよね。ここ熱くないですよね。ここで髪挟むんで、ちょっとこの間触るのは怖いんで、さっき巻いたところをね、まあ、ストレートにしていこうと思います。超ゆっくりしていかないと、ちょっと熱がね足りなさそうなので、スローで超ゆっくり髪の毛をストレートにします。なるかな、まあ、何回かやったら綺麗にストレートになります。はい、こんな感じで綺麗にストレートになりました。ちゃんと使えてますね。でもちょっとね、これを全部やるってなるとかなりしんどいので、まあ、お出かけした時とかに使えますね。これがですね、日本のコンセントにつかなかった気がします。ちょっとやってみますね。いくよ。あ、絶対つかんけん、これ。いくよ。ほら、つかんやん、これ。ついた？あ、ついてない。なんか一瞬ね、ほらピカって光るんですけど、対応してないのかつかないです。友達もねこれ使ってるんですけど、これか、これ使っててつかないって言ってました。これは使えたんですけどね、ちょっとストレートアイロン系はねつかないみたいです。残念、使えないですね。ここデメリットです。で、最後に紹介するのがこちらのボリュームアイロンですね。こちらもピンクのケーブルと本体ですね。で、ここで電源をつけていきます。
はい、光りましたね。これもさっきのねストレートアイロンと同じで、上にこれをカチッて上げるとロックされます。はい、開かないです。もうでここを下に下げると開きます。このボリュームアイロンなんですけど、あね、中はね同じなんですよ、さっきのこのストレートアイロンと。なのにね、なんかこれがついてて何なんですかね。でね、いろいろねちょっと開けれそうなんで開けてみたり、まあ、試したんですけど開かないし、でネットでね調べたんですけども出てこなくて、なんか知ってる方いたら教えてください。まあね、中身はねこれと同じです。でもね値段が違う。こっちが1390円で安いですよね。でこっちが1690円なんですよ。何この違いと思って、何これは。なんかね絶対に取れるっちゃんね、ほらなんか取れるんよ、ここちょっとねパカパカしたらね動くんで絶対取れるのに、取り方がわからんくて、説明書も入ってないし、教えて誰か。どっちも使えるんやないかなってうちは思ったんよ。巻きもいけるしストレートもいけるみたいな感じなんかなと思ったね。せっかくのレポなのにね、こういう使い方わかんないのね、意味ないよね。もうすでにさストレートなんで、このストレートアイロンしても意味ないですよね。外羽にちょっとやってみます。外羽風に、なんかあれかな、髪の毛の通りを良くするみたいな。違うか、もう分かんねえ使い方が。おお、だいぶ外羽になった。かなり外羽になります。なんかこのギザギザの部分が髪の毛を挟んでくれるとか、そういう意味なのかな。ちゃんとまっすぐ巻かれるようにとかかな。綺麗に巻けましたよ、ほら。はい、こんな感じです。ざっとねこの3つ使ってみたんですけど、まあ、メリットはコンパクトで、まあ、持ち運びが便利なのと、まあ、旅行とかに持っていけていいかなと思います。あとデザインがね可愛いですね。あとグリーンとかもありました。結構ねカラーバリエーション豊富なので、まあねオリーブヤングに行ってぜひね探してみてください。この子たちのデメリットはちょっとね熱が足りないかなって私は思います。なので一からまあ髪をね巻いたりするのには向いてないと思いますね。あとはあの日本のコンセントにはつなげない時があるっていうのが、まあ、この子たちのデメリットだと思います。値段もね2000円いかないし、もう一番安くて1300円とかであるんで、まあね普通に試しに買ってみるのもいいかなと思います。まあいいとこもね悪いところもいろいろありますけど、まあ、今後ね結構使っていきたいなと思っております。コンパクトなんでねお出かけとかにね私も持っていこうかなと思ってます。今回もね結構緩めな動画だったんですけど、ぜひ気になった方はね、まあ、プラザとか、 なんかネットで調べてもね違うけど USB アイロンで出てくるので、まあいろんな種類があると思います。まあ韓国にいたらね、まあ、オリーブヤングにあるので、まあ、気になった方はねちょっと探してみてください。ユニックスで合ってんのか分かんないですけど、このユニックスのコテ以外になんかホットカーラー、 USB で巻けるホットカーラーとかもあるんで、まあ、それもね今度買ってみようかなと思います。まあ、韓国のね情報とかコスメ気になるのありましたら、まあ、結構行く機会があるので、まあ、言ってくれたら私もちょっと気になると思うんで、購入してちょっとレポとかしてみようかなと思います。まあ、本当に流行りとかね、なんかどういうのが人気なのかっていうのに疎いので、ちょっと皆さんの意見が聞きたいです。よかったらコメント欄とかで教えていただけたら嬉しいです。はい、今日はこの辺にしておきたいと思います。最後まで見てくださった方々ありがとうございました。それではまた会いましょう。バイバイ。